まあ、モノマネ来たか。そんな見たいの、玉木浩二のモノマネ。あ来てた。玉木浩二の癖選手権。じゃあ、一個聞きましょうか。今以上、これ以上今だけは悲しい歌聞いたくないようめえじゃん、なかなか。じゃあもう一回聞かせてくれ。I love you 今だけうまいじゃん、悲しい歌うまいじゃん、聞きたくないよお前これでゴミだったらもう未来英語できねえぞなあ。相当、いや俺玉置浩二の本当に最近めっちゃ歌聞いてるけど、相当捉えてるぞ、死んで。井上陽水だな、ちょっと特徴捉えてるよね。これでゴミ、こういうちゃんとした、これがちゃんとしたゴミっしょ。これちゃんとしたゴミ。な？さっきのやつの評価すげえ高いだろ？なあ。おい、おい、ちょっと待ってくれ。本当にさ、お前、俺、病み上がりでさ、体に溜まった海を出したいからな、ちゃんとした選手権一回やるべ。おい、井上陽水選手権すべ。俺も井上陽水のモノマネだったら多分本当日本でもトップ10に入るのね。井上陽水のモノマネ選手権。これ井上陽水のモノマネだったら誰でもできるじゃん、日本人だったら。井上陽水のモノマネ選手権やるべ。ちゃんとアカペラな。なんか音楽に頼っちゃいけないな。しっかり、井上陽水。ちげな、俺井上陽水のモノマネだっけ、井上陽水のモノマネしてる神奈月のモノマネだな。俺なんか鉄板なんだよな。お前井上陽水。少年時代しかしょ、ほ、ホタルはリバーサイ、あ、ね、俺バカ、井上陽水の曲結構知ってるぞ。ホテルはリバーサイド。あと少年時代。あとなんだっけ。いや、一個すげえ、ドラえもんかなんか、あ、昔アラブの偉いお坊さんが、見てるやつ、あれなんだっけ、こう、言い忘れた哀れな男に、あ、あれなんて言うた？コーヒールンバ。知らないのそれ。CM 流れたじゃん。ねね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 香りいっぱいのみたいなやつ。俺知ってるよ。昔アラブの偉いお坊さん。何昔の、昔アラブの、え、これさ、歌詞って適当でもいいんじゃねえな、みんな。俺さ、俺たちさ、あの、アーティストをさ、高尚なものと捉えすぎてるんじゃないのか。何が昔アラブの偉い横暴サンバーだ。意味わかんねえ。めちゃくちゃじゃねえか。適当でいいだろ。歌詞なんて。今思った。昔アラブの偉い横暴さんが、風あざみが造語とかどうとか言ってるな、夏が過ぎ風あざみ誰の憧れに、なんか俺もっと上手かったんだけどな。俺元か彼女とのデート中にやる俺の井上陽水マジで鉄板だったんだけど、ねえねえって呼ばれた時にどうも井上陽水ですっていうのが、俺本当にだから俺とディズニーランド行った女は絶対絶対に飽きさせない男だったのに、毎回毎回、俺、ねえねえ、なんとか食べる、ねえねえって呼ばれた時に俺は必ず井上陽水で返すっていう、伝説的なデートを繰り返してたのね。巷で話題になるぐらいの。もう一回鍛え直さなきゃいけない。もう一度。もう一度鍛え直すわ。モノマネ選手権送ったぞ、分かった。お前の出来次第で結婚するかどうか決めるわ。お前俺の企画一個潰すことになるんだからな。井上陽水になった途端に一気に四五十件送られてきたんだけど。どんだけお前ら井上陽水好きなの？ちょっとチラチラ聞いてみるか。クソ井上陽水届いてるわ。ま
だこれ、気色悪い。何の歌だ今の。今の何、何の歌今の。今の歌何の歌。ちょっと分かりやすいやつ来てくれ。これ毎回俺のエンディングで流します。今年の夏け採用、もう採用していいか。これ毎回毎回俺の今年の夏の8月中これで終わるわ。そう、分かってる。あ、誰のの、あの、あそこな、あそこ大事だよな。陽水ファンだったらそこ大事にするよな。わかるわかる。めっちゃわかるわ。そこ大事にする気持ち。お前が井上陽水のことに理解が深いことがわかった。うまっ、お前めっちゃうまくない、おいこいつめっちゃうまくない、今以上それ以上愛されるのに。おいちょっと待って、お前俺がこいつかも携帯から送ってきてる、俺がこの枠終わるまでにお前一曲歌え、ちゃんとオープニングからちゃんと一曲歌え全部で、今日お前の曲でお別れするから今のやつな。うまっ。確か同じやつが陽水もできますって。こいつすげえ、俺の好みピンピン。お前うめは。お前うめえな。おい、おめえあれしろ、今から急げよ。なんかちゃんと井上陽水と玉置浩二って確か二人で弾き語りしてるから、両方のモノマネしながら一曲作って、その声を編集で合わせて俺に早く送ってこい。頼むぞ。おい、マジで頼むぞ。30秒でいいから。急げよ、お前、マジで。ミックスしてちゃんと歌ってこいよ。うま。で、携帯2台。今、じゃあパソコンに録音して、そんで、それの、音を大きめに言って、そいつと二人で絶対できるから。絶対できるじゃん。自分の声録音して歌って、それを流しながらスピーカーで流して、携帯に録音すればいいじゃん。頼むわ。しかもハモってな。楽しみだわ。スマホと携帯あればできるからよろしくお願いします。僕はあなたの陽水と玉置浩二のモノマネを心待ちに。初めて見た、これ何が面白いんだ。やばいだろ、俺たち日常的にこういうことしてんだぞ。お前も、おい強がるな、お前も。お前も中に輪に入りてんだろ。お前も心のどっかで井上陽水のモノマネとか玉置浩二のモノマネで笑いたいからここにたどり着いたんだろな。お前運命の出会いだぞ、はっきり言って。俺らはこれが面白いと思ってやってんだよ。素直になれよな。あ、一回落ちちまえばもうすごい楽園だぞ。素直になれよ。輪に入ってこい、早く輪に入れ、早めに。モノマネしてんだよいつも、突発的に。なおこが大好き歌いました。ちょっと見てみるか。なおこが大好き大好き大好き、本物の玉置浩二だな。大好き、本物だこれ多分。本物だわ。でも父に虐待していたの。僕の過ち。本物だわ。
やっぱ俺クラスになると玉置浩二も見てんだな。緊張する。俺玉置浩二に見られてると思うと下手な配信できねえ。下手な配信できない俺。本物だから緊張してきた。言葉失った。